いつもと軍の編成が違うだけだ。ここまで機能不全に陥るとは。いくら模擬戦とはいえこれはまずいな。俺たちの軍はまるで連携が取れていない。わらわが参ったぞ。はっ、押されておるのか。父上が心配なのじゃ。彼女は光秀殿の娘。父親と一緒ならうまく連携が取れるはずだ。行くぞ。武将と侮るなかり、いいぞ。行くぞ。行くぞ。ちぎ、早期の将兵とは勝手が違うわ。行くぞ。せっかくの増援もこのままじゃ無駄になる。力を発揮できる相手のもとへ誘導すべきだろうな。光秀殿の元へ向かってもらえますか。ご案内します。おう、おまけ了解なのじゃ。道中の敵はわらわに任せよ。ここで華麗に忍びが登場。合流なんてさせませんぜ。黙って行かせてはくれぬか。父上のため押し通るのじゃ。娘とならうまく足並みを揃えられるでしょう。光秀殿の部隊はこれで大丈夫だ。次は反雲長、援軍として参った。随分劣勢のようだ。崩壊した。関殿が来てくれたか。うまくやれば加工殿殿を焚きつけられるかもしれない。カウ殿、加工殿殿が苦戦しているようです。案内しますので加勢してもらえますか。うん、承知した。仕置きが必要か。本西軍の面々は手間取ってるようじゃねえ。それじゃあ我ら武田には手も足も出んよ。軍神関羽殿か。仲間と合流されては厄介だ。この雪村がお相手いた。よかろう、お主の槍、拙者の刃で打ち砕かん。
い参った。押されていると聞いたが。余計なことを吹き込んだ奴がいるものだな。貴様の手など借りぬ。そこで見ていろ。カコータン殿の目の色が変わった。きっとこれでなんとかなるだろう。おいおい、すっかり包囲されてるな。武田軍相手じゃ分が悪いか。最後は芝生殿か。火獣殿のもとへ案内するのがいいだろうな。芝生殿、火獣殿の部隊に助成してもらえますか。俺たちが案内します。ああ、分かったぜ。火獣なら一緒にいても気が楽だ。敵の増援か。立花が出よう。親方様のためにも通すわけにはいかない。大臣がいかせし味わえ。撃つと、ま、そうなるよな。めんどくせえけどやるしかないか。援軍に来てやったぜ。師匠、俺を笑いに来たのか。まあいい、来たからには手を貸せ。二人は憤慶の友、息ぴったりにうまく動いてくれるだろう。信玄公、遅くなり申し訳ないが、ここからは我ら徳川軍が助成いたそう。わしらも行くとするかね。本番はここからじゃよ。総員、ひるまず敵の援軍を迎え撃ちなさい。敵の包囲は俺が蹴散らす。総員、中央を守りきれ。立花と共に勝利を。今さら敵の増援と。体勢は塔に立て直した。迎撃しろ。勢いは俺たちにあります。このまま信玄殿と家康殿を倒しましょう。娘をこれ以上危険な目に遭わせたくないですね。私が前に出ます。今日の父上はいつも以上に気合が入っておる。かっこいいのじゃ。任務完遂できないなんて。それすぎる。真田の忍びとしてここは負けられない。ドロン影の遠兵剣山。よっ、待ってました。さすがは半蔵の旦那。撃ち取ったり。家康様に手出しはさせません。守ってみせるの。この状態のナオトラが相手なんてな、まるで手が抜けねえぜ。姑息な手を使いよるわ。重みを持って敵取り出とならん。行くぞ雪村。兄上、真田の戦我らで示しましょう。一息に攻めましょう。守ってください。うん。
加工現状を抜かせると思うな。さすがは加工トン、見事な覇気。そのまま敵を引きつけろ。各部隊孤立せぬよう注意するんだ。多重に任せとけば心配いらねえな。俺は適当にやるか。真田幸村、その力見せてもらおう。なんという闘志、真田の戦ここに示さん。モロノフの魂、この槍にて貫かん。我が闘志まだ燃え尽きてはいない。この力で皆を守りきる。いざ尋常に勝負。モロノフ滅亡敗した、我が闘志まだ燃え尽きてはいない。敵を戦つ、押して参る。雷神がいかずし、味わえ。友人にこそ抱きすべきものなり。ごめん。立花の誇りこそ天下無双なり。これより打って出る。背負うに負けられぬ。お前を手柄にする。覚悟せよ。急ぐべからず、着実に歩むのみぞ。勝利は目前だ。敵を駆逐しろ。加工トン、拙者も参ろう。勝手にしろ。四条たち援軍を誘導したのはお前か。全て滅んで。おかげでうまく回っている。いえ、俺は少し手伝いをしただけです。皆が実力を出し切れてよかった。連携が取れなければ取れるようにすればいい。模擬戦だけど多くのことが学べたな。これは相変わらず何もできなかったが、皆の絆で勝ち取った勝利、そう言っていいだろう。助手は謙虚なのじゃ。そなたのおかげで勝てた。わらわはそう思うぞ。世界は着実に破滅へと近づいている。連合軍は、ふぅ、ユグドラシルの完成は間近。一刻も早くオーディンを倒さねば。だが周りの幻影たちが厄介だ。このままではオーディンに近づけぬ。幸村たちはオーディンを目の前にして敵に阻まれているようじゃねえ。幻影は
あの辺りから湧いているようだ。我らで幻影の元を立ち、蝶野たちを援護するぞ。大したやつじゃ。お前さんの力頼りにしとるで。神明落とし、敵を止める。なんと結界で行く手を阻まれているか。術者を撃ち、道を開くのだ。もはや足踏みする理由もない。前へ出るぞ。そんじゃ進んじゃおうかね。どうやら幻の章を増やしておるのはあの怪物のようじゃね。あの怪物を全て倒せば幻影も消えるか。ならば葬るまで。うひゃー、幻影どもがうようよしとる。歪みが進んどる証拠かな。しかも怪物たちまで我を失い暴れている。まず付近の敵を抑え込まねば。近づくにはゼウスの力がある。そして倒すには腕輪の力が欠かせる。かの者たちが役目を果たせるよう幻影を片付けねばな。幻影の数が減ってきたようだ。ああ、人間たちが頑張ってくれているのだろう。月の女神、幻だと分かっていた。仲間を撃つのは辛いものだな。趙雲殿もそうですか。つい切っ先が鈍ります。王者、見事な手際だった。そう言って、はい、真理の槍にてダンスを断ち切る。幻影が一気に消えた。これでもう我らの行く手を阻むものはない。雪村殿、今のうちにユグドラシルの元へ。待て、この先には結界が張られている。術者を探し倒さねば先には進めんぞ。術がなってしまいます。ここは手分けして術者を探しましょう。ますます歪みが広がっている。急ぎ探し出さねば。さて出番かね。わしは向こうを探す。かっこいいとこ見せちゃうよ。わしはあちらへ向かう。そんならわしは向こうを探したるわ。術者は一人だ。すべて撃たねば結界は解けんな。堂々とした戦ぶりに甘えたいな。私ごときがすみません。この戦場、俺が根本に飲み込んだやつ。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。オーディンはユグドラシルの力で守られている。だがそこへ至る道がない。ユグドラシルに介入する隙があればよい。世界を救うため必ずやオーディンを打ち果たさん。ここまではうまくいっています。残りの術者も倒しましょう。結界が消えた。行けるところまでユグドラシルに近づくぞ。真の強いもののふじゃねえ。行け、人間の手でこの物語を終わらせるのだ。ロキ、貴様、自分のしたことが分かっているのか。私にも正直わからないな。行きます。彼らの命をここで散らせるのは惜しい。
人間謎にほだされるか。なるほど、奴らと戦わせてくれよ。嫌ということな。この私を裏切ってただで死ねると思うな。死してなお私のために戦うのだ。何を。バカ、この私。勝利に。いい流れね。戦場をコント。よし、おいら頑張るぞ。託された思い、果たしてみせる。戦の招く絶望。託された思い、果たしてみせる。騙されて大事な。大事な腕輪を盗まれるなんて、何とか取り返さなくちゃ。人のものを奪うなど言語道断。馬毛騎が探し出し、正義の鉄槌を下してくれん。俺も行きますよ。恨みはきっちり話さなくては。行くぞ。あそこに民がいるぞ。怪しい奴を見なかったか聞いてみよう。すみません、この辺で怪しい人を見かけませんでしたか。いや、見ましたんだ。すごいアブロンズラの男が砦の方へ行きまして、ありゃ宝の一人や二つ取ってる顔でした。まあちげえね。ありがとうございます。急いで追いかけないと。あの男の眼光の鋭さ、通りすがりの民とも思えんな。素晴らしいことですよ。感謝しろ。
それにしても嘆かわしいな。どの世界にも悪の手を染める輩がいるとは。正義だけで世が立ち行くとでも。世には悪党も必要ですよ。俺はそうは思わん。悪は全て打ち砕かねば。さすが見事な働きだ。お前の戦は俺の闘志を燃え立たせるな。やはり現れたか。貴様らの狙いは腕輪だろう、盗賊め。そうなんです、大事な腕輪を探していて。盗賊？ずいぶん往生際がいいな。じゃあお縄についてもらおう。言葉で解いても無駄か。正義の刃で真実を伝えるしかない。はい、迷いのない攻撃。本当に賊ではないのか。だがあの男はここに盗賊が現れると。男、もし眼光鋭い悪人面の男か。ああ、賊を懲らしめてほしいと懇願されてね。何か裏がありそうだとは思っていたが。さてはその男が腕輪をくすねた盗っ人か。それで奴はどこに。この門の先へ。立花をたまかるとは、あの男。我らも共に行こう。立花をたばかった者を許してはおけん。その前に一言謝るべきだな。お嬢さん方、疑ったりして悪かった。さあ、かき乱してやろう。おら、何も知らねえだ。やめてくれ。なんてんだ貴様。立花をたばかった罪、思い知るがいい。あのよくわからないけど、あの人を倒せばいいんですね。宝を盗んだ悪党が正義の味方に追い詰められる。つまらん、実につまらん展開。つまらんものか。正義は勝つに決まっているだろう。いや、面白い展開になるぞ。悪党が悪党に報復するのだからな。あ、腕輪を盗んだのはあなただったんですね。返してくれませんか。さて、これで一件落着だ。お約束通り大悪党には成敗されてもらおう。忍者、覚えておる。実にありきたりで陳腐な結末、つまんねえ。ウッキー、腕輪を持ってるのはどいつだ。おとなしく孫悟空様に渡しやがれ。私が出る。え、ここで妖魔の大軍。戦ったばかりでヘトヘトなのに。これは思わぬ急展開。どうする正義の味方諸君。地獄を抜けるには悪党の力を借りねばならん。悪党に助けてくださいと頭を下げるか、妖魔にやられてあえなく最後を遂げるか、二つに一つ。そうかな。奴らの狙いは腕輪、つまりお前だ。さあ、助けてくださいと言ってみろ。私が出る。なんだと。でも悪党だからスパッと言えちゃう。どうかお助けを。耳寄り情報もありますよ。何を隠そう、この先に東へ抜ける道がある。我が輩が退路を確保する間、敵を引きつけてもらおう。ここを抜けるには力を合わせないとダメみたい。みんなが無事に戻れるように頑張らないと。指示されるのは尺だが、この状況ではやむを得ない。悪党を一人にするとろくなことはありませんよ。俺はそばであの男を見張ってます。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。さあ、
吐き乱してやろう。今私は機嫌の悪い。妖魔全員切り捨ててくれる。怠けるとこっちにも雷が落ちそうだな。ということで俺も少し本気を出そう。なんと熱き闘志だ。俺も負けていられん。おいおい、向こうが騒がしいじゃないか。俺も混ぜてもらうぜ。我が輩のために髪を振り乱し、けなげに戦っておる。ここで逃げれば腕は落ちるので追っても負ける。悪党が考えるのはそんなところ。我が輩を静止していると見せかけてからの、実は消しかけておるな。お主も相当悪いよ。お猿さんは諦めてくれたみたい。今のうちに逃げないと。あなたは随分元気らしい。そう、とても素晴らしいことですよ。銀千代さんって強いんですね。どこに筋肉を隠してるんですか。無論鎧の下だ。どちらの筋肉が上か後で見比べてみるか。いいね、なら俺が判定しよう。そんな怖い目で見るな。冗談だ。いい風だ。お前が背中を守ってくれれば安心だな。メッセ、加減は死ぬぞ。この戦場俺が本当に飲み込んでやる。予想以上の腕よ。私が出る。楽しみだ。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。で撤退できてよかったよかった。じゃあさらば脱色。あ、待ってください。腕輪を返してもらえませんか。おお、そうだったそうだった。おじさんすっかり忘れてた。油断も隙もないな。我らも共に行こう。うまくいった、うまくいったみてえだな。世にはびこる悪を討ち、正義を示す。行くぞ、政宗殿。わしは天下を取ると言ったのだが、いつの間にか悪党退治にすり替わっておる。長年磨いてきた知力、味わうがよいぞ。この馬毛器、何者にも屈しはせんぞ。いいだと、わしが目をつけただけはあるわ。行け、待て、戻すではない。
やっぽい女子よ、わしの主治肉林に加わるがいい。嫌だって言ってるでしょ、私そんな安い女じゃないの。やつ好き勝手しろって、なんせ押されるには撃たねばなりまい。さすが見事な働きだ、お前の戦は俺の闘志を燃え立たせるな。わしの前に立つかならば死ねえ。まあ、見事に負けちまうとはな。見事、わしが目をつけただけはあるわ。共に行こう。はい、頑張ります。覚えておれ、わしの野望はまだ終わってはおらん。ありがとう、あの豚ちゃん、しつこくて困ってたの。よし、この調子で悪を蹴散らすぞ。うむ、まあ奴はわしの天下には不要。これは互いの利害が一致した結果よ。さすが見事な働きだ、お前の戦は俺の闘志を燃え立たせるな。貴様は正妻ではないか、いかがした。酔った父上たちが暴れて、私一人で手に負えなくて。酒は飲んでも飲まれるな、迷惑をかける悪の酔っ払いを止めねば。もっと酒を持ってこい。なんだおめえら、宴の邪魔をするとは不粋だな。酔いざましにちょうどいい。目に暴れてやるぜ。あなたはすごい、ずっと知っていたけど。酒は楽しく飲むものだ、酔って暴れるなど言語道断だぞ。おかげで助かりました、父上と。あとできつく叱っておかないと。悪の酔っ払いにも困ったものよ。いかん、わしが馬長の勢いに飲まれておる。アンディーらはまた仕事を飲み出して、まどこへ行ったのか。少しいいかしら、主従殿と半兵衛殿も見かけなかった。あの二人またどこかでもまけているみたい。一緒に探してもらえれば助かるのだけど。おお、こりゃ昼寝にうってつけの場所だな。でしょ、しばらくここで休んでいこうよ。あれ、馬長さんたちの子ね。お前たちが寝ている陰で困っている者がいる、その怠慢悔い改めてもらうぞ。降参と。じゃまたな。二人を捕まえてくれたこと感謝さ。さあもう逃げられんぞ。ハン、政宗殿、正義を貫くと爽快な気持ちになるな。おう、やはりおかしいわ、バカめ。これではただの人助けではないか。この戦場に破滅と破壊をもたらそう。現れたか破壊神、これぞ巨悪、我が正義の槍で貫いてみせる。なぜここに奴が。まあよい、わしが終わらせてくれるわ。ガッテンティン、なんじゃ、妙に手応えがないよ。確かに、いや、
きっと俺と政宗殿の正義が勝ったのだ。幻影の破壊神など敵ではない。サジ、もっと出してやってくれ。やれやれ、神の気まぐれには困ったもの。会心があんなに、先ほどのも幻影じゃったというのか。どうやらゼウスたちの仕業のようだ。たとえ神といえど東京を許すわけにはいかぬ。さすが見事な働きだ。お前の戦は俺の闘志を燃え立たせるな。政宗殿はまさに正義の人だな。お前はきっといい国を作れるだろう。大丈夫。当然じゃ。貴様こそその鎧に恥じぬ見事な武者ぶり。さすがは金馬町よ。見事、わしが目をつけただけはあるわ。全て俺こそ。さすが見事な働きだ。お前の戦は俺の闘志を燃え立たせるな。正義を貫く人間の力、凄まじいものだな。さあ次はわしが直々に相手をしよう。気まぐれな神を止めれば何をするかわからぬ。従うのが得策であった。私が貴様ら悪ふざけも大概にせよ、わしが正義の鉄槌を下してくれるわ。礼を言おう、正義を貫く人間たちを。楽しませてもらったぞ。諸悪を正し、皆には感謝された。政宗殿、これがお前の目指す天下なのだな。うん、こういう天下も悪くはないか。正義は勝つのだ。射抜いてみせます。軍神の娘、菅銀天、非力ですが頑張ります。鬼柴田が魂を見せん。腕輪を手に入れる。それでおじゅうみたいな大きな男になるんだ。俺だって負けるつもりはないぜ。鎧をもっと格好よく着こなさないとな。大きくなりたい気持ちなら私も負けません。私とて政宗様のため譲る気は毛頭ございません。ですがまずは協力して腕輪を手に入れましょう。魔性になるには大きいことが肝要。ゼウスがそう言っておったのじゃ。父親として複雑なものがありますが、放ってはおけません。ただの気まぐれ。
お前たちの腕輪をそうはさせるか。これでは魔性になれるのじゃ。しょんぼりなのじゃ。神の助けを。娘の悲しむ顔を見るのもつらい。どうしよう。安堵している自分がいるのも事実です。片付きました。では先を急ぎましょう。想像しいと思えば続々と集まってきやがったな。ナイトフアツレブルか。いや待て、ただ逃げ出したんじゃあデーガン。よしここどうぞ。私体は大きいのに気は小さくて、いつも皆さんに迷惑かけてばかり。だから腕輪の力で気を大きくしてもっと堂々と戦いたいんです。あいつも腕輪を狙っているのか。絶対に渡さない。私ごときの構う相手じゃなかったです。諸葛さん、例のものの準備はできているね。はい、こちらに。あとは腕輪さえあればいい。そして食べ尽くせるほどの大きな肉まんを。腕輪を手にするのは俺たちだ。行くぞ。我が野望ついえるか。しばし殿の計画お支えできぬとは。よし、邪魔者は消えた。先を急ごう。俺信じてました。あんたがいれば負ける気はしない。石川五右衛門、腕輪は俺たちがもらう。渡さないって言うなら勝負だ。レンタマひんむいてよく見ろ。そいつは偽物よ。マヌケどもを騙してやったぜ。そんな、それじゃ本物の腕輪は？ここにはないようですね。とりあえず腹いせを兼ねて偽物を撃ちましょうか。大きくなれる腕輪があるって本当ですか？それがあれば立派な筋肉がつきますよね。大きくなれば地味な俺でも目立つよな。正直うさんくさい話だとは思うよ。できちゃったよ。大きくなれるって聞くと気になっちゃうんだよね。一番お前また消えるって。その3人腕輪はあいつらが持ってるぜ。本当か？お前ら十分に目立ってるだろう。頼む、俺に譲ってくれ。じゃあ待て、俺たち持ってないって。あーしゃーねー、倒すか。もっと力をつけないと。腕立て一日千回やって出直します。俺のことは一旦忘れてくれ。兵は久しくドートバズっていうし、じゃねー。わしらにはどうしても譲れん夢がある。でっかい男になってモテまくって頑張ります。主治肉忍者そんな夢実現させるわけにはいきません。なんちゅう調子に乗りすぎちまったか。覚えておれ、わしの野望はまだ終わってはおらん。よし、うまくいった。上々の守備にございます。
そのうまい褒め方が見つかんないぜ。いや、とにかく最高だって。人間が果敢に挑む姿は何度見ても面白い。その飽くなき闘争心、実に見事よ。ああ、その腕輪はただのガラクタだ。皆が熱くなるところを見たくて、つい嘘を吐く。ご苦労ご苦労、おかげで心ゆくまで楽しめたぞ。どうした？そんなんか怒っているのか。よくもよくも騙したな。みんな行きます。嘘だと言われて、ああそうですかって納得できるかよ。父上、どうやらお戯れが過ぎたようですね。恥をかかせたな。覚えていろ。これ以上中隊は晒せぬ。聞かせてもらおう。神々の王の前に立つか。ならば相手をしてやろう。光栄に思うがよい。頼もしい。私の力をもらえてるわ。まんまと騙されたのじゃ。悔しいのじゃ。騙すなんてひどいです。私がどれほどこの計画に心血を注いできたか思い知るがいい。すごい。私もイナさんを見習わなきゃ。この俺を抜けると思うのか。オリュンポスの神として誇り高き戦を一緒に戦ってください。頑張ります。立派な筋肉受けたかったものです。神なら目立たぬ者の気持ちも思いやってほしいぞ。そんな予感はしてたけど、このまま帰るのも面白くないでしょ。すまなかった。だがお前たち小さくてもいいじゃないか。人間は同じ目的のためなら団結することができる。たとえ一人は小さくとも集えば大きな力になるぞ。ま、しょうがない。ここは許してやるか。危ないところであった。とはいえ、人間にちょっかいを出すのは実に楽しい。やめられんな。役目を果たすのみ。で差し上げたい。私たちにできることがきっとあるはずです。うまい。うますぎるぞ。当たり前だ。おねね様の手料理だからな。まあ笑顔が輝いていますね。どうしてなのか伺ってみましょう。超気流剣山。いつも前線で張り切ってるよね。疲れたら私の踊りで癒してあげるから。なんだ貴様ら、ザクは料理を前に来たな。そうはさせるか。違うの。私たちはただいい笑顔だから。
その秘訣を知りたくて。味付けの秘訣をつかむため料理を奪う気か。おねね様が丹精込めて作った弁当、私はしない。料理が人を笑顔にし、時に戦いをも生むか。人の心を動かすその力、見定めん。なんだ、おねね様の料理が狙いじゃなかったのか。勘違いして悪かった。いいえ、おかげで少し分かりました。愛情のこもった料理が人を笑顔にするのですね。よっしゃ、待ちに待った祭りの時間だぜ。なんだかとっても元気そうな人たちがいるよ。その秘訣聞いてみようか。この中で一番強いのは誰か。男の中の男を決める。勝つのは大王閣様に決まった。さて、大王とて鬼にはかなわない。こりゃ熱い喧嘩になりそうだ。たぎってきたぜ。さすがお見事、至高の武を垣間見ましたぞ。とても元気そうですね。何をしていらっしゃるのでしょうか。なんだ、おめえらも混ざりたいのか。いいぜ、頭数が多い方が盛り上がるからな。そうですね、一緒に楽しめば何かわかるかもしれません。なんと熱き戦いよ。超分厳、そして参る。お元気なのは確かですが、その理由が何なのかまだよくわかりません。私の舞、心ゆくまでご堪能ください。あ、あそこに踊ってる人たちがいる。なんだか楽しそう、行ってみない。この世界に光をもたらすため、舞ってみせましょう。うちの舞見てはんなりしておくれやす。拙い笛の音ではありますが、しばしご辛抱願ってくる。いつも前線で張り切ってるよね。疲れたら私の踊りで癒してあげるから。お手合わせ願おうか。相手が悪すぎてくる。知略試させてもらおうか。さすがお見事、至高の具を垣間見ましたぞ。見てると心が温かくなる気がする。そんな風に踊れたらみんなを元気にできるかな。よろしければ一緒に舞いませんか。何かお役に立てるかもしれません。いいよね。それじゃ私たちも思いっきり踊るからね。軽やかな舞を心地よい方が、我が部新たな境地に到達できようか。皆様の幸せを願うお気持ち、よくわかりました。その思いきっと伝わることでしょう。それほどの強い思いがあればことはなせるか。他の皆さんもほっこりさせておくれやす。皆を笑顔にさせる方法、少しずつ分かってきたような気がします。誰も来ないの。一人だけ待ってもつまらぬの。あの人しょんぼりしてるし顔色も悪いよ。私たちの踊りと音楽で元気にしてあげないと。本当ですね、とても心配です。私たちで力になれればいいのですが。
負けられぬ。なあ、良いところに来たの。カーノと仲良く蹴まろうの。なあ、なんと俊敏な動き。相手にとって不足なし。超ボンはい、華やかな笑顔を見せてくださったこと嬉しく思います。そう、そちたち皆を笑わせたいのかの。それならちょうど良いものがおるの。呼んでくるの。素晴らしい戦術です。思わず引き込まれてしまいました。連れてきたの。この者を笑顔にしてみせるの。もう策を練っていたというのに想像しい。これは学んできたことを生かせそうです。私たちの戦慄と舞で笑顔にして差し上げましょう。負けられぬ。いきなり何を。わけもわからず命を捨てるわけには。こんなところに火種が。即刻もみ消さねば。どうしてだろう。なんだかとっても怒ってるみたい。私たちに目が足りないのでしょうか。精一杯奏でましょう。さすがお見事。思考の符を垣間見ましたぞ。一歩も動くな。なんと戦慄と舞は我らのために。そうとは知らず申し訳ないことをした。詫びはいらぬの。それより回ってみせるの。もうよかった。不思議ですね。私まで嬉しくなります。細分鬼さんも笑顔になったことだし、めでたしめでたしだね。よし、うまくいったな。